身長ビヨン石井学科学生成績が専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを発信していきたいと思います。身長の学習の方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はですけどもね、栄養補充療法について説明していきたいと思いますことなんですけど、スペシャルゲストなんで超ボスさんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単になんですけど、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、サッカーのインフルエンサーとして活動してまして、はい、まあ、サッカーのコーチだと思っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご自身も身長162センチということで悩まれたようなんですけど、はい、もう今日はね、栄養補充療法、ね、当院の栄養補充療法、サプリメント療法について説明していきたいんですけども、はい、ぜひね、3万人の登録者がいらっしゃるので、はい、3万人の代表者として、ぜひね、はい、たくさん質問していただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうですか、なんかどんなイメージがありますか。単純に聞くと、まあ、栄養補充療法って聞くと、まあ、よく取れっていう、うん、そのビタミンだとかっていうのを、はい、うん、まあ、薬によって補充するっていう感じなんですか。そうですね、まあ、おっしゃる通りで、薬という表現かサプリメントという表現かっていうのはすごく見解って変わるんですけど、まあ、一応一般的に、まあ、普通サプリメントという表現になってきます、はい、ただ、はい、サプリメントの中で、まあ、いわゆる市販で売られているサプリメントと何が違うかというと、はい、容量が全然違うんですね、うん、いわゆる投与する量が全然違って、はい、例えばビタミン D って我々が使ってこういったビタミン D なんですけど、はい、これ見てると145マイクロって書いてあるんですけど、はい、例えば、5マイクログラム入ってると、はい、もうそれだけでビタミン D 配合とかよくそんな書いてある、はい、1マイクロでも書いてありますね。なので145って数字すっごい量多いんですけども、はい、まあ、そういうふうに特別多い量を処方していくっていうのが、まあ、市販のものと違う点です。例えばこういった鉄なら、鉄も飲んでいただいたりするんですけど、はい、鉄はですこれ最大で1日で4粒飲んでもらうんですね、はい、で1粒あたりですこれレバーに合わせて 90g です。最大4粒 です、はい、レバー 360g ってことで、それを毎日飲んでいただくというか、はい、まあ、それぐらいの量ということで、まあ、一般化するありえないぐらい量多く、はい、多い量を皆さんに処方していくっていうところになります。ただ実際問題はですね、まあ、我々採血を見てそれを見ていくんですけど、はい、まあ、それぐらいしっかり入れていかないと採血上のデータって変えるのは難しいです。でそれって、まあ、市販のサプリメントを濃くすることはできないんですか。それは例えばなんですけど、私も同じなんですけど、例えばじゃあ私がじゃあ世間にいっぱいですよ、ローソンとかセブンイレブンで、じゃあ新潮先生の監修サプリ作ってくださいって言ったら、はい、いいですよって言ったら濃度薄くなっちゃうんですよ。いわゆるその万人の人が何の採血とかも何もしないで、しかもいろんな条件の人、はい、例えばそれちっちゃい子もいる大きい子もいるとか、いろんな人が飲んで、それでトラブルがないようにってなると濃度って薄くせざるを得ないんですよね、うん、まあ、例えばこういう、まあ、YouTube も同じで、 YouTube で喋れないけども、まあ、いわゆる診察で喋れることってそういうのやっぱあるのと一緒で、やっぱりそのオープンになるとやっぱ情報というか、なんかそのやっぱりどうしても安全性がはい、優先されるので、それで濃度っていうのは限りなく小さくなりますね。例えばビタミン D なんかもこれ145マイクロって量が入ってるんですけど、これは、まあ、例えば市販でなんとなく売ってるようなやつだと大体20マイクログラムとかなんですけど、はい、まあ、それぐらいであればそれでなんかオーバードーズすることってないんですよね、うん、ただ145マイクロだと体重が軽すぎたりすると一応オーバードーズする可能性があるんですね、うん、なのでこれやっぱお医者さんが取り扱わないとちょっと危ないですね、うん、なので、まあ、そういった意味でやっぱその市販にするときってそういうふうにどうしてもその安全面、万人の人に安全を求めるとどうしても濃度が低くなってしまうというのが実情ですね。なるほど。じゃあ一応先生はその採血とかのを見て、はい、それで処方するっていうか、おっしゃる通りですね。まずそこ採血を見てフォローアップしていくような形で、4ヶ月に1回採血を行っていきます。まあ、一番気になるところは実際にそのどれぐらい効果があるかっていうと、うん、そのまあ先生のデータとかで見るとこれをやった時とやらなかった時っていう差みたいなのはどれぐらいあるんですか。そうですね、ここは結構ですね注意が必要で、まあ、成長ホルモンのねついても前説明させていただいたと思うんですけど、うん、成長ホルモンの方に関して言うとあれは確実に上乗せが3から10センチぐらいできますよというふうに結構言い切れるんですね、はい、一方なんですけどサプリメントに関してそういったことは言い切るのが難しいです、うん、で、まあ、なぜかというと、まあ、そのなんて変な話だけど、まあ、そもそもね、例えば栄養をなんで補充しなくちゃいけないかと言われると、いわゆる1950年ぐらいから今までってもう、ね、平均値10センチが改善してるんですね。それは栄養の改善だからなんですよね。だから栄養を改善した方がいいというのはほぼ間違いないんですけども、2024年の現在、じゃあみんながそんな質素な生活をしてるかと言われると、そんなことないんですよね。皆さん普通日本豊かなんですよね、その栄養っていう側面ではね。だから、そういったのは、じゃあこれだけを摂取したからって、じゃあ5センチ、10センチも変わるかと言われると、まあ、理論上そんなに変わらないかもしれない。ただ、今の私がやってる治療を1950年に持ってったらすごいかもしれない。なるほど。いわゆる栄養がみんな欠乏しまくってるから、はい、だけど今そんな欠乏しまくってるわけじゃないから、まあ、プラスアルファって表現だと思うんですね。だから上乗せって表現だとまあ1センチから3センチぐらいっていうのが私のまあよく説明するようなデータになってきます。ただしすごく重要になってくるのが、例えばまあ皆さんもまあ2024年でまあ潤沢といえども、例えばスキケアなんかしたりすると、まあ、栄養欠乏したりなんかすると170になるのが165になってしまうというところで、それは上乗せではないんですよね。上乗せではないけどポテンシャルの中でポテンシャルが出し切れてない表現なので、そういうポテンシャルを
最大限にしてあげる。例えば165に行く可能性減らしてあげる、170に行く可能性を上げてあげる。ただその170っていうのはその子に持ってるその上乗せじゃなくてその子に持ってるポテンシャル、もともとポテンシャルなので上乗せっていうわけじゃないかなってところで、まあ、そこの差です。そこは難しいんですけども、なるほど、まあ、なのでまあ大体です1から3センチぐらいの上乗せだけども、変化するのは5センチぐらい変わるかもしれないですね。そんなふうなご理解がいいと思います。なるほど。その変化するのっていうのはそれ大体期間としてはやっぱりずっと続けた方がいいってことなんですか？そこが難しいところで、例えば成長ホルモンとかだと、まあ、2年間ぐらいが一応推奨ってことで、はい、2年経ったらむしろやめましょうってことですよ、よくお話ししてるんですね。一方でこう栄養補充に関しておっしゃる通りで終わりがないです、ってところで、まあ、栄養はずっといい方がいいですよね、やっぱり、ってことで、まあ、こっちに関してはまあずっとやってくださいねっていう方が多いですね。これって費用的には どれぐらいな、一応ですね、まあ、一番体重が重たい子、まあ、いわゆる40キロ以上の子で年間で40万弱ぐらい、まあ、採血の子もいたのでちょうど40万ぐらいだと思うんですけど、年間で40万ぐらいですね。で例えば体重半分の子、20キロの子だと簡単に単純に半分なので、はい、20キロだと20万円ぐらい、まあ、だから体重1キロあたり1万円ぐらいの感じですかね。だから15キロの子だと年間で15万円ぐらい、だから1つ1万円ぐらいと、はい、大体そういった感じでイメージしていただくといいかなと思います、ね。なるほど。先生、僕めちゃくちゃ好き嫌いあるんですよ、はい、でちっちゃい頃から本当好き嫌いが多くて、これあれ食べろこれ食べろって言われてたんですけど、はい、そういう人には特に有効ってことですか？そうですね、おっしゃる通りで、まあ、その先ほどお伝えしたまずは1950年の人は栄養欠乏してて、まあ、それみんな納得すると思うんですよね、はい、でじゃあ2024年って栄養欠乏してるなと言うと、一般的にはそんなにすごく貧しい暮らしを強いられてるわけじゃないと思うので、はい、超欠乏してるかってそんなことはないんだけども、ただ、まあ、裕福であっても自分たちが同じものしか食べなかったら、それこそお米しか食べないとか、はい、でおかず一切食べないとか、それはやっぱり動画でも、まあ、栄養欠乏というのがいいのか分かんないですけど、はい、適正栄養値でないことは間違いないですよね。僕の時代っていうか、僕が小さい頃よく、はい、まあ、大人にいっぱい食べろっていうのをよく言われてたんですけど、本当にお米を一杯とかじゃなくて何杯でもおかわりしろぐらいの時代だったんですけど、それは、まあ、あんまり良くないっていうことなんですか？ですね、それは人によるんですね、結局ですね。で私がよくやってるのはやっぱ体脂肪率をチェックします。簡単に体脂肪率低い子はやっぱ食べた方がいいです、はい、で逆に体脂肪率高い子に関してってやっぱ体脂肪率をコントロールしていく必要もあるかなと思ってて、はい、これちょっと難しい話を今からするんですけども、はい、成長していくっていう過程の中で脂肪もちょっとずつ増えていくんですね、はい、だから脂肪が増えていくことが全部ダメかというふうに言われるとダメじゃないです。あのボディービルダーの人なんか増量期と減量期なんて言ってるんですけど、はい、いわゆる筋肉を増やすときっていうのはやっぱり増量していくというか、あの脂肪を蓄えていくっていう作業って大事なんですよ。だから、ね、おそらく身長伸ばすときってそういうふうに少しちょっと脂肪が少しずつ増えていくっていうのは私いいと思ってます、うん、で例えば分かりやすい例で言うと、例えばまあ、ね、小学校低学年ぐらいみんな基本ガリガリじゃないですか、はい、基本ガリガリですよね、はい、あれが高校生だと皆さん肉付き良くなるじゃないですか、はい、まあ、そういうふうにしてなんかこう肉がついていくっていう過程って、ね、やっぱり成長って重要なんですよ。だからあながちその食べなさいっていっぱい食べなさいってやっぱ間違ってないと思って、基本的には、ね、一方でなんだけど、じゃあブヨブヨの子がさらに食べなさいっていうふうに言われるとそれは違うかなってところで、肥満の子たちは成長ホルモン分泌量が減るっていうデータもあるので、やっぱりそれケースバイケースってところで、やっぱり痩せてる子に関してはしっかり食べていきましょうねっていう説明だし、太ってる子に関してはやっぱ少し制限をしていきましょうねってところで、それを司るというかその判定するのは主にできる体脂肪率で判断するのがいいと思ってて、体脂肪率測るので、簡単ですよ、この動画を見てる皆さんね、体脂肪率測ってますかってこと で子供を体脂肪率測る文化ってなかなかまだないんですよね、で私ね、このこれから私の人生に思いてますね、子供の体脂肪率を測った方がいいよっていうのを皆さんお伝えするのが私の一つの重要な仕事かなと思ってますけども、体脂肪率ね、やっぱり、ね、大人測る人もいるんですけど子供測らないってことで、だから、ね、子供にね、なんかさ、あのブヨ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 さ、なんかさ、お菓子ばっか食べさせてお父さんお母さん結構多いんだけど、あれ僕らもおかしいなと思ってますね、要するに太るのはあまり良くないってことなんですか？おっしゃったですね、太ると早熟が早まる可能性と、はい、成長ホルモン物質が減少する可能性があるってもあるので、うん、そこはちょっと注意が必要だし、一方で当たり前だけどガリガリもダメってことで、うん、やっぱり適正体重適正体脂肪率が存在すると思ってます、ね、まあ、僕ほんとちっちゃい頃から好き嫌いが多くて、そのどれぐらいの年齢からとかっていうのはあるんですか？一応ですね5歳5歳、はい、受け付けております、ね、まあ、5歳になったら私の方で来ていただいてるってことで、ただ5歳だと結構そのサプリメント飲めなかったりするので、はい、まあ、少し製剤を変えたりだとか、まあ、工夫しながらやったりもしますね、でも普通のサプリ飲んでるんだったら絶対こっちの方がいいですよ。おっしゃる通りで、まあ、いわゆる市販のサプリっていうのはその容量が少しやや不明瞭というかというところがあるので、はいはい、やっぱその、まあ、しっかりと言ったらやっぱ私のところでやった方がいいかなと思うし、うん、まあ、しっかりとじゃない表現であればそれもご自身やっていただいてもいいと思うんですけど、でもその無理して僕小さい頃例えばほうれん草を食えとか、はい、めちゃくちゃ嫌いだって納豆を食えとかって言われてたんですけど、はい、そういう無理やり食べるんだったら絶対こっちの方が楽ですよ。そうですね、まあ、結局まあその、まあ、何でもそうだと思うんですけど、やっぱり
継続していくとか大事なんですよね、うん、で継続していく中でやっぱりその無理やり継続っていうのはやっぱり不可能なんですよ。例えばサッカーやりたくない子にサッカーやらせてもしょうがないじゃないですか、はいはいはい、それと一緒なのでやっぱりそこはやっぱりまあ難しいところで、やっぱりその子が一番できること、でその子が一番向いてる栄養摂取の仕方を選んでいくっていうのがおそらく一番重要な考え方かなと思いますね、うん、で先生のとこに来る、まあ、患者さんで、うん、この栄養補充の治療っていうのは結構割合としては多いんですか、うん、実はですね、多すぎて、はい、今の5月は実は受け付けてません。受け付けてないんですか、はい、実はですね、まあ、最近ちょっと忙しすぎて、新規の栄養補充療法を断ってたんですね。ただ、なんとここでスペシャルなお知らせということで、はい、7月から再開します。と、はいう、はい、ことで、7月からは、はい、この栄養補充療法をまた再開できますので、はい、ご希望の方、7月以降にご予約いただければと思いますね。これ、殺到しますね。ちょっと僕も、本当にあの受けたい人、すっごい多いんですよね。だから、まあ、今後、また7月からちょっとまた体制を、今準備してるので、はい、7月から再度受付できるように準備してます。でもこの栄養を補充するっていう意味では、まあ、もちろん慎重にはいいと思うんですけど、例えば僕みたいなそのスポーツやってるとか栄養が偏ってそうな好き嫌いが多くて、うん、っていう全然関係ない人とかにも実はいいんじゃないですか。あ、おっしゃる通りですごくいいと思いますね。ただ、大人と子供だと、欠乏してる栄養素も違ったりするんですよね。例えば分かりやすいのが、大人って鉄欠乏してる人結構少ないんですよね。ただ、子供ってほぼ全員鉄欠乏してるんですよね。だからそういうふうに、まあ、やっぱりその特性はありますね。例えばプロスポーツ選手なんかでも今サプリメント飲んでない人っていないんじゃないですか、おそらくね。やっぱりそういうふうな、やっぱりその、まあ、リアルの食事ももちろん大事ですけども、はい、サプリメントを組み合わせていくっていうのはやっぱり今の時代の考え方で、まあ、サプリメントだけがいいとか食事だけがいいっていうそんな硬いこと言わないで、やっぱり両方いいとこ取っていくって大事だと思いますね、うん、でも私その大人になって自分でまあスーパー行って買ったりするから分かるんですけど、はい、肉とか例えば牡蠣8個なんてめちゃくちゃ高いじゃないですか、はいはい、そうです。それ考えると全然サプリメント安くない。おっしゃる通りで、そう考えると、まあ、かなり値段安いかなというふうに思いますし、まあ、手間暇も、ね、かなりかかりますよね。サプリメントうまく、ね、活用していくのが大事かなと思います。はい、ということで今回ですね、翔吾さんに来ていただきましたけど、今日はですね、栄養補充療法について説明していきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、全身全霊でね、新陳に関することを発信していきたいと思います。新陳の教え方、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。